ます。これはガマゴーリ氏とメルカリショップスを運営する創造が連携して行う実証実験で、市内のクリーンセンターに持ち込まれた粗大ごみの中からまだ使えそうなものをネット上のフリーマーケットサイトに出品するというものです。ガマゴーリ氏によると、クリーンセンターでのごみ処分量は去年はおよそ3万2000トンで、そのうちおよそ 4% が粗大ごみ。その中にはまだ使えそうなものがあり、年に数回リユースバザールで販売してきました。しかし、市のごみの量はここ数年横ばい傾向で、ごみを減らしたい蒲郡市としては、環境と人、経済などをうまく連携するまちづくりを模索。去年から持続可能な社会を実現し、廃棄物が出ない仕組みを作るサーキュラーエコノミーに取り組んでいます。捨てることから長く使ったり人に譲るリユースの意識を高めてもらおうと、エコボックスの配布も行っています。いい取り組みだと思いました。お洋服とかサイズアウトしちゃって、ちょうどいい方が見当たらなくなったりすると、もう捨ててしまったりとか、何か整理とかできたらなと思って。処分するはずの粗大ごみの中からまだ使えるものを出品するという珍しい取り組み。実証実験は3ヶ月ほど行う予定で、蒲郡市では売却額の9割を市の財源に充てる方針です。